皆様こんにちは。西東京市男女平等推進センターパリテで市民公募の企画運営委員をしています内海です。よろしくお願いいたします。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動期間です。パリテではこの期間に関連した講演会を毎年開催しております。今年度は中学校に包括的性教育を届けたい、今子どもたちに必要な学びとはと題しまして、中学校の包括的性教育教材コロカラブックについてお伝えします。私たち企画運営委員は話し合いで講演会を決めています。この中で中学校に包括的性教育教材を届けるクラウドファンディングに参加したと紹介がありました。ぜひパリテで講演会をしていただきたいと、委員会の熱い思いで精神者様にお願いをしまして、この講演会が実現いたしました。私はコロカラブックをした時に、中学校に性教育教材ができたんだととても嬉しくなりました。本日はコロカラブックを作られた精神社コロカラ編集部の皆様に、どんな教材なのかいろいろと教えていただきましょう。まずは自己紹介からお願いいたします。ご紹介ありがとうございます。精神社の長谷川と申します。私たちは、小学校、中学校向けの副教材を出版している会社です。私たちコロカラ編集部、このコロカラブックを作ったコロカラ編集部3名いるんですけれども、普段は、性教育以外の、違う教科を担当しています。私は英語を担当しておりまして、私が国語を担当している福原と申します。私が、普段は数学を担当しています浜本と申します。本日はこの3名でお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。他教科が専門の皆様がどうしてコロカラブックを作ることになったのですか？最初から性教育をやろうというふうに決まっていたわけではなかったんですよね。ただ先ほど申し上げたように、普段は違う教科を担当しているんですけれども、それぞれの教科の仕事が落ち着いたタイミングで、次に何を作ろうということで、これからの子どもたち、これからの中学生に本当に必要な教材とは何だろう、学びとは何だろうというふうに考え始めました。それで、社内の有志でそれぞれの興味関心があることとか、気になっている本とかを持ち寄って、その中でいろいろ考えていくうちに性教育というワードが浮上してきました。で、私たちはその時に初めて包括的性教育っていう言葉を知ったんですけれども、知れば知るほどその自分の権利をこう知ることとか、自他のこうことをこう尊重し合うこととかっていう考え方がすごく共感するというか、そこの大切さに気づきましたし、これからの子どもたちにもそういったことを伝えていけたらいいなと思って、包括的性教育の研究を始めました。で、手に入るだけの性教育本、本当最近たくさん出てますけど、を読み漁ったりとか、それについて感想をこう共有し合ったりとか、専門家の方や現場の先生方とかにお話を聞いたりして研究を進めてきて、知れば知るほど本当に包括的性教育大事だなというふうに思うようになって、教材を作るになりました。そもそものお話なんですけれども、教科書と副教材は何が違うのですか？はい、大きく違うところがいくつかあるんですけれども、まずそもそも学習指導要領というものがありまして、こちらで中学校の場合、どういう教科があるよとか、それぞれの教科で、それぞれの学年でどういうことを学習するよというのが決まっているんですけれども、教科書はそれに沿って作られていまして、
で、国の検定というのがあって、で、それに合格すると教科書が発行されて、で、採用するときも、だいたい自治体で選んで一括で採用するというようなのが教科書です。で、一方で、我々が作っている教材というのは、まあ、もちろん学習指導要領に合わせたり、教科書に合わせたりはするんですけれども、比較的内容に自由度があって、で、今回こういうものを作れたりですとか、で、採用していただくときも、まあ、自治体一括ということだけではなくて、学校の先生が気に入ったら使えたりだとか、学年で話し合って使えたりというところが、大きな違いとしてあります。包括的性教育という教科は今ないんですけれども、まあ、そういった理由からこういう教材というのを作って、今回実現したということがあります。包括的性教育の学校教材は他にもあるんですか？性教育の教材というのがこれまであったこともあるんですけれども、まあ、いろいろな理由があって、なくなったりして、で、現在、一冊で包括的性教育を扱っているものは、このコロカラブック一冊になるかと思います。今はないものを作るってすごいですよね。私は看護師という職業のため、日々包括的性教育の大切さを実感してきました。子どもたちが自分や他人を大切にして生きるために包括的性教育を伝えていきたいと思い、地域活動をしています。家で学ぶ性教育の分かりやすい本も良いと思いますが、どの子にも同じように学んでもらうためには学校での学習機会があればいいと思ってきました。どのような教科を想定して作られたのですか？コロカラブックについて詳しく教えてください。はい。コロカラブックは、包括的性教育の教材ということで、その、いわゆる性教育ってこうイメージされる体の仕組みですとか、生殖の仕組み、体の変化のあたりだけではなくって、ジェンダーとか、性の多様性とか、あるいはコミュニケーション、性暴力、そういった幅広い分野を扱う教材になっています。ですので、保健体育で扱うことになっている、この性教育の部分に、この教材を使っていただくということももちろんできるんですけれども、それ以外にも、道徳とか、総合的な学習の時間、あるいは、特別活動とかって呼ばれる、時間があるんですけれども、そういった時間も、活用して、なので、この保健体育の先生だけではなくって、いろいろな教科、持ってらっしゃる担任の先生ですね、にも、使っていただくっていうのを想定しています。今、ご覧いただいているのが、コロカラブックの、目次になるんですけれども、こんな風に、コロカラブック全部で、7トピックから構成されてまして、で、こう、大きく、その7トピックを3つの、パートに区切っています。で、1つ目のパートの、この自分の体を大切にするっていうところですね、トピック1と2が含まれるんですけれども、ここでは、バウンダリーですとか、体の変化、生殖の仕組みっていうところを、学習していきます。で、2つ目の塊のトピック3、4、ここでは、ジェンダーや、多様な性のあり方、といったところを学習していって、で、最後、三つ目の塊の他者との関わりの中で生きるっていうところですね。ここ、トピック5、6、7が含まれるんですけれども、ここでは、同意ですとか、あるいは、まあ、性暴力、それから、生徒生殖に関する健康と権利などについて、学んでいくという内容になっています。体の変化や生殖の仕組みだけでなく、幅広い分野を扱うんですね。でも、学校の先生方も性教育を受けていない方も多いと思いますし、これだけの内容を教えるのは難しいと感じたのですが、学校で進めるっていうのは難しくないんですか？まさにおっしゃる通りで、そこが本当に自分たちもこれを作っていく中で、一番頭を悩ませたポイントでもありまして、
っぱりその私たち自身も含めて今日本ではやっぱり多くの大人がきちんとしたこう十分な性教育を受けてきていないっていう現状があると思います。でそういった中で学校の先生方の中にも包括的性教育のことを知っていらっしゃって大事だよねっていうふうに感じてくださっている方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、なかなかその自分自身も受けてきていないものをこう教えるっていうのは結構やっぱりハードルが高いことでして、なのでその私たちとしてもそのせっかくこの教材作ったとしてもそれを使っていただける機会がこうないとなかなか子どもたちのところにも届かないので、どうしたもんかなということで試行錯誤をまあ重ねて、この教材がこの形になる前にこうサンプルのような形でいろいろパターンを作って学校の先生にこうお見せしてご意見いただいて、でまたそれを反映してこう改良してとかということをいろいろやってたんですけど、なかなかそのまだまだこうどうやったら使ってもらえるかっていうそこを乗り越えるのがどうしたらいいかなっていうのがすごい悩んでいたところで、ただそのなんか学校の先生にこうお話を伺っていく中で外部から専門家の方をこうお招きして年に1回とか2回とか性教育に関連したこう講演をやられているっていう学校が結構あるっていうこともちょっと分かってきて、でそのこれって性教育に何ていうか限ったことではなくって、他にもその例えばスポーツ選手とか研究者とか学者の方とかをこうお招きして何かこう学校で講演会をするっていうことは結構まあ頻繁に行われているなというところで、なんかそれを考えた時に講演会の最中とかって学校の先生方はもちろんその内容に関してその講演の内容に関してすごくこう専門的に知ってるとかっていうことではなくって、外部の先生をお招きしてその方が話している間先生方はこう子どもたちの様子を見ながらなんかこう半分一緒に講演会を聞いているような状況もあるんじゃないかなということを考えたときに、なんかこれがいいんじゃないかなというふうになりまして、つまりその今回作る性教育の教材も内容の部分は専門家の方がこうもし解説してくれて、で先生はこう進行役みたいな形でちょうど講演会をやっていくみたいにできたら、こう子どもたちももちろんその内容を聞けるし、で先生も子どもたちと一緒になってこう聞いたりして学んでいくみたいな、そういうこう授業ができたらいいんじゃないかなということを考えました。っていうところからコロカラブックには、全部のさっき紹介した7つのトピックに対して解説動画を組み込んだ形になっています。でこの解説動画は、助産師で性教育 YouTuber のしおりぬさんに、先生役を務めていただきまして、解説動画がすべて専門的な内容は教えてくれるという形を取ったので、なので専門知識がちょっとなかったりとか性教育のご経験まだあまりないですっていう先生方でも安心してそこを扱っていただけるんじゃないかなというふうに考えています。で実際にちょっと授業の様子どんなふうに授業を進めるのかということを分かるものがございますので、そちらを少しご覧ください。はい、では今日もコロカラブックを使って授業を始めていきます。はい、43ページ開けてください。今日は対等なコミュニケーションのあり方について勉強していきます。いつもみんなに言ってることなんですけども、心と体について勉強するときは皆さんの健康と安全が一番大切です。なのでちょっとしんどいな、この話きついなっていうところがある場合は無理をせずに自分のペースで参加してください。それから体調が悪くなった、現室行きたいっていう場合も遠慮なく早めに教えてもらったらと思います。それではコロカラブックを使って始めていきましょう。では皆さん次のページ44ページを開いてみてください。まずは漫画を読んで勉強したいと思います。この漫画、私は嫌じゃないけど、皆さん自分がされて OK なこと、
他の人も OK だと感じることはありませんか？この漫画を今から読んで考えてみましょう。はい、皆さん大体読み終わってきましたかね。では読み終わった人からこの右下のシンクのペイところをね、見てもらおうと思います。この3人、ミキとホズエとつぼみがいましたけども、どうもこの3人はそれぞれ平気なこと嫌なことが違うようですね。この3人それぞれが平気なのか嫌なのか、ちょっとね想像しながら丸をつけてみましょう。では始めてみてください。はい、ではこの先は動画を見て勉強していきます。46ページから49ページに書いてあることは動画で全部説明してくれていますので、このコロカラブックは見なくても大丈夫です。ちょっと気になるなぁとか疑問に思う点があれば空いているところにメモをしておきましょう。それでは動画を始めます。皆さんこんにちは、助産師のしおりぬです。漫画私は嫌じゃないけどはいかがでしたか？仲のいい友達同士だからといって相手の許可なく何でもしていいというわけでは。それでは今日学習した内容を振り返っていきましょう。まずは同意について、何が OK で何が NG なのかは、今日は対等なコミュニケーションのあり方について皆さんと一緒に考えてきました。人によって何をどこまで OK、 画面1と2のどちらに答えても構いません。自分の想像しやすい方を1つ選んで丸をつけ、自分だったらどうするかを書いてみましょう。このエクササイズには、ではエクササイズを始めてください。はい、これで動画はおしまいです。皆さんコロカラブックの50ページ開けてますか？このね、下の方に1、2ね、丸をつけるところがありますので、自分が答えやすい方に丸をつけてやってみましょう。さっきね、しおりぬ先生が言ってたように、このエクササイズに正解はありません。ね、こうしたらいいかな、自分だったらこうするかなっていうのをね、考えることが大切です。後で今日は当てたりとか、発表してもらったりということはありませんので、自分の思うように書いてみてください。では始めてみましょう。はい、こんな形で先生方には最初のこの導入のパートと最後の、エクササイズのパートの部分をこう進行役になって進めていただくということで、内容の部分をしおりぬ先生に解説してもらう、こういう形で授業が進められるので、一多くの先生方にも使いやすいんじゃないかなというふうに思ってます。今ご紹介した模擬授業の様子なんですけれども、これどなたでもご覧になれる形で YouTube にもアップしておりまして、で、性教育実際にこうやるってなった時に、他にも疑問点とか不安に思われる点とかいろいろあったりすると思うので、そういった質問にもお答えするパートとかもさっきの模擬授業の動画の続きにありますので、よかったらぜひご覧ください。はい、あ
後であのリンクの方も共有させていただきます。で、あの今映っているのが、このコロカラブックの使い方のページになります。コロカラブック の, あの特徴、一つは動画なんですけれども、もう一つは教室で見ようと自分で読もうの二部構成になっているところも大きな特徴です。先ほど の, あの動画の中でご覧いただいたのは教室で見ようという授業で使うパートです。これはあの授業で、クラス全員で使うところなんですけれども、一方自分で読もうというもう一つのパートは、生徒が各自があの自分の興味関心に応じて読んでいくパートです。こちらは何かこうちょっと困ったことがあった時とか、何か気になること、知りたいことがある時に、性のことってなかなか周りの人にも聞きづらいですし、あのネットでも正しい情報が得られるとも限らないので、そういう時にパラパラと自分が必要なところを読んでもらえたらという気持ちで、作りました。で、たとえ中学の間に読まなかったとしても、この本を1冊持っておいてもらえれば、中学卒業後に何か気になったことがあったそのタイミングで、あの振り返ってもらえたらいいなと思って、作っています。あのこう本棚に置いておいても、あまりこう性教育っていう感じがしすぎないで、あのずっと持っていたいと思えるようなデザインも、あのデザイナーさん、イラストレーターさんと一緒に目指しました。で、あのこんな風に自分で読めるパートもありつつ、あの教室で、全員で授業で受けるっていうパートがあって、それはこうしおりぬさんの動画でカバーをしているというような構成になっています。例えば国語の授業でずっと昔から橋でメロスってやっていて、なのであの多くの方が橋でメロスってこんな話だよねっていうのって、あの知っていると思うんですね。そのぐらいの感じで包括的性教育のバウンダリーの考え方とか、自分の権利のこととか、何が性暴力にあたるのかとか、そういったことがあのもうみんなの共通の認識として、あ、授業であれやったよねって言えるような感じになったらいいなと思って、そこであの私たち、まあ、教材会社ですので、その授業でみんなで共通して受けられるものっていうのをこだわってあの作ってきました。まあ、そういうことでも あって、その授業をあの担任の先生が進めやすいようにということで動画をつけたという経緯もあります。すべてのトピックで大切なことはしおりぬ先生が教えてくれるということですね。担当教科に関係なく、どの先生も同じように教えられる仕組みなのですね。トピック5の対等なコミュニケーションの内容も少し詳しく教えてください。対等なコミュニケーションのあり方というトピックなんですけれども、あのそれは先ほど模擬授業の中で流れていた動画なんですけれども、もう少し続きをご覧ください。皆さんこんにちは、助産師のしおりぬです。漫画私は嫌じゃないけどはいかがでしたか？仲のいい友達同士だからといって相手の許可なく何でもしていいというわけではありません。されて嬉しいこと、嫌なことはきっと人それぞれ違うものですよね。今日はそんな自分や他の人のイエス、ノーの気持ちについて一緒に考えていきたいと思います。お互いの気持ちを尊重した関係性ってどんなものなのか、対等なコミュニケーションって何なんだろう、そんなことをぜひ一緒に考えてみてくださいね。皆さんは自分が何か嫌なことをされたとき、嫌だとはっきり伝えられますか？嫌って言って相手を傷つけてしまったらどうしよう、嫌なんて言ったらわがままだと思われるんじゃないか、そんな思いからなかなかはっきりと伝えられないという人もいるかもしれません。反対に嫌って言われると自分を否定されたみたいでショックと感じる人もいるかもしれませんね。でも誰かに対して嫌だと伝えることは、あなたが嫌いと言ってるのと同じことなのでしょうか。
そもそも嫌っていうのは本当にわがままなんでしょうか。まずはそんな疑問について考えてみます。動画ではこの後バウンダリーについても解説します。まずは自分の体は自分のものであるということとか、あと自分のしたいこと、されたくないことは自分で決めていいということを説明します。なので相手に何かをしようとした時には必ず丁寧にその都度同意を取る必要があるということもお伝えしています。それから、デート DV も取り上げています。親密な関係性だからこそ暴力が起きやすいということもありますので、そのことをお伝えしたりとか、あと同意が大切であること、デート DV の被害に遭ったりとか、身近なところでデート DV が起きているときに何ができるかといったことも、ここで説明しています。同意やデート DV について知っておくことは、暴力が起きていることに気づいたり、社会から暴力をなくしていくためにとても大切なことだと思います。このトピックをぜひ中学生の皆さんに学んでいてほしいと強く感じました。コロカラブックで教わったことが大人になっていく過程で感じられるようになって、性のモヤモヤ、どうしていいかわからない場面に出くわした時に助けにもなるテキストだと強く感じました。コロカラブックはどのようにして入手することができますか？はい、コロカラブックなんですが、実は昨年末から今年の初めにかけて、全国の中学生に届けたいということでクラウドファンディングを実施しまして、そちらのリターンとして支援してくださった方にはお届けすることができたんですけれども、現在学校専売の教材になってまして、一般の方が入手することはできないことになっています。申し訳ないです。でこのクラウドファンディングでは全国3万人の中学生に現時点でお届けできたんですけれども、実はこれ全国の中学生のたった 1% にしかなってなくて、もっともっとこれからお届けしたいなというふうに思っています。ですね、なので、コロカラが入手できるかどうかということでいうと、ちょっと一般書店とかで今実際に購入して手に入れるということは今できない状況なんですけれども、できるとしたらその学校側にこう働きかけるというか、コロカラ僕のことを伝えていただいて、その学校で採用していただければ、結果的に中学生や、まあそうですね、生徒たちの手に届くということはあると思いますので、なので今日はもし動画をご覧になった方の中に保護者の方とかいらっしゃって、お子さんの通う中学校ですとか、まあ地域の中学校とか、そういったところでコロカラブック使ってほしいなっていうふうに思ってくれた方がもしいらっしゃったら、まずは学校の先生にそのことをお伝えいただけるととてもありがたいです。まだ学校の先生の中にコロカラブックのことをそもそもまだご存じない方もいらっしゃると思いますし、あるいはその性教育、包括的性教育大事だよねっていうことはとは思いつつも、まあなかなかその実際にやった時に保護者の方がどう思うかなとかっていうことを気にされている方も中にはいらっしゃるかもしれませんので、そういう時に保護者の方からぜひこれ使ってほしい、こういうのがあっていいと思うから使ってほしいっていうことが声が届くと先生方も安心できると思いますし、それが学校で採用していただくことの後押しにもなるかなというふうに思いますので、ぜひ学校の方に伝えていただけるとありがたいなと思います。ちなみにコロカラブックが、990円でになってまして、3年間使ってもちろんその卒業後もお手元に取っておいていただけるというものになってます。はい、詳しくは今リンクツリー表示できてますかね。こちら のリンクから飛んでいただくと、先ほど流した模擬授業の動画ですとか、トピック後の動画の前編ですとか、あとインスタやツイッターではたくさん紙面も公開してますので、ぜひ気になる方はご覧いただけると嬉しいです。
SNS の方では今後の最新情報もアップしていく予定です。今ちょっとあんまり更新できてないんですけれどもぜひフォローしていただけると嬉しいです。すべての子どもたちが自分や相手の心と体を大切にすることを学んで幸せな大人へと成長してほしいと思います。コロから編集部の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。アンケートのご協力をお願いします。ご清聴いただきありがとうございました。